日々反省、日々成長。それは悪い方の成長ってことやらかしていく方の成長、手だけ直りの成長、手だけ直りの成長ね。うん、のだからベースがコロッケ。待って、それ見せて。コロッケじゃん。え、待って、見せて。って言うてるやん。コロッケやん。うるさ。そんな言葉が入ってこんぐらい。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日は新宿2丁目調査隊第3弾ですよね。ということで本日は、新宿2丁目の人たちに聞いた、よく出勤前とか出勤後に行くお店を聞いたんですけど、そちらの今回は1店舗行っていきたいと思います。ということで、はい、参りましょう。はい、早速行っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで達也とゆきさんはお荷物で、お荷物で、はい、こちらは TRP のちょっと衣装を本日達也が受け取ってくれたので、それを持ちながらご飯屋さんに行きたいと思います。わあ、嬉しい。ここね、結構いろんな種類あるんですよ。着きました、こちらです。一品物定食、何でも好きに頼んでいいの？うんうん、でも安くない？一品物とか明太きゅうりもせんな。久々の日本食みたいなの分かんなくなっていいから。確かに食べてなかった。めっちゃ嬉しい。え、タイ料理。あ、まあそりゃそう、そりゃそうかそりゃそうよね。ちょっと旅行帰りでちょっと疲れてるので、体がやっぱ計算さわと思った。どっさんもそうする。乾杯。あ、イエス、お疲れっす。イエス。あー、唇切れてるとこに染みる。すごいぜ。一回来た時何か食べて、うわ、美味しいと思ったよね。すごい。午前は酒飲みの極楽浄土なり、お通し代、氷代、お湯代など一切小麦を全て税込み料金になり、ボトル持ち帰るのも自由なり。てかさ、めっちゃ良くない？そんな何年ぶりのタイ？あんたと行ったぶり6年ぐらい。どうだった？男買った？買ってないわよ。あ、一応その合法系は行ったっけ。ちょうど歩いとったら、ショーもう始まるって言われたから、まあ、一応見とくって言って、途中で出た。ありがとうございます。ありがとう。はい、明太きゅうり、あとお通りです。はい、ありがとうございます。待って、ほんまに3日ぶり4日ぶりの日本の食べ物って感じだけど、最近でもそんなこと言うと、達也日本食全然食ってない。うん、これ何？あ、パリパリチーズやん。うわ、なんかタイっぽい。早っ。達也さ、最近サマーズにハマってんの。芸人のサマーズさん。そう、おもろいね。ちょっとやりたい企画が何個かあるんだ。結構面白そうな企画やってるね、YouTube で。てか、ダイアン津田さんって面白い。いや、おもろいよ。すごい好きになっちゃった。千鳥さん界隈の芸人はみんな好きやね。あと、渡部さん。そう、どうもあった。もういじられまくってんの、それで。トーク、何？トークサーバー、トークサーバーやってるわ。うん、そうそうそう。サマーズさんの YouTube が結構面白い。そう、これも昨日朝の4時ぐらいまで見ちゃってた。ちなみにこれすごい美味しい。うん、かぼちゃ美味しい。めっちゃ染みてる。味じみじみ。たつや4日間何してたんですか？なんか飲んでましたね。そうよ、あんたまた掘り返してからね。日々反省、日々成長。それは悪い方の成長ってことやらかしていく方の成長。手だけ直りの成長。手だけ直りの成長ね。うん、どんなにやらかしてもいいの、犯罪しなければ。これも肝に銘じて、もし何かやらかして何か文句言われたとしても、上司にだから何って心で思う。新社会人へのメッセージ。心の中でだから何。グラタンお待たせしました。はい、ありがとうございます。全然そんな待ったのか。透明の器は熱いんで気をつけてください。はい、はい。グラタンって久々だな。わかるね。うわ、美味しそう。カレーやん。カレーかの感じがする。チーズすごい。いただきます。あ、いい匂い。あ、コロッケやね、下ね。下のだからベースがコロッケ。待って、それ見せて。コロッケじゃん。え、待って、見せて。言うてるやん。コロッケやん。うるさ。いただきます。うまっ。ちゃんとコロッケのサク感も残ってて、てかコロッケに辛いカレーやっぱ合うね、じゃがいもやから。コロッケ食べて、うん、熱そうだな。めっちゃコロッケのサク感も残ってて、うん、あ、
コロッケカレーに合うね、うん、全部わしが言うだよそれもうアナウンサーやったらぶち殺されてんで、タレントが言うてそのまま食っとったら普通にこれであの白ご飯もいけるぐらい美味しい。プレートチーズだからこれ白ご飯でもいけるね。うん、言うたな。美味しいわ。これめっちゃ美味しいよね。コロッケのサクサク感もあるし、うん、チーズすっごい伸びてて、チーズちゃんと表面焼かれててちょっと香ばしさもあってな。表面全部取り寄るから関西弁で来るとさ、こっちの変換までがちょっと時間かねかかるよっていうか、今編集でちょっと置いたの腹立つわ大根おろしとこのポン酢の味って日本でしか食べれない味じゃん。これめっちゃ日本感じるあっさなんか、あたやつなんか今日うぜえし日本食食べなかったの？食べへんやろ、そんなもったいないこっちで食べたら絶対うまいに決まってるよいや当たり前やろそんな本当さ、久々に帰ってきたみたいな感じでさ、日本食とかありがとみみたいな4日やろ4日って結構長いから。ナスの味噌がけですね、はい、こちら切りごまかけても美味しくなります。あ、はい、かける納豆1個食べてみてやろう、ね、たっぷりたっぷりかけても美味しいと思う、うん、普通にいいじゃない。あ、美味しい。マジでうま。味噌がちょっと甘くて香りが良くって、うん、ナスのこのジュワーッというのと美味しい。でまたこのごまの香りとこのネギのシャキシャキ感が合わさって、全部言うたから何も言うことない美味しい。ちょっと卵も食べてみようかな。卵たっぷりやわ。ここにもちょっとかけて大根おろしも見て、すごい分厚い。うわーってもったいないで、そんなもんアホやな。納豆って難しいよね、だから、うん、結構たっぷり入ってる。わー美味しそう。はい、どうぞ。おこの納豆のね、とろくの感と厚い焼きでちょっとネギ入ってるから、またここちょっとシャキッとしてて美味しい。納豆の香りが、そして、うん、でも大根おろしと納豆、これ日本人に良かったなと思うような味ですね。でもまた全部いる。じゃあちょっと唐揚げをレモンかけんでいいの。まずは一口いきたいと思います。まん丸よね。丸くて見て、この黄金色のこの唐揚げね。で、匂いは、まあ、美味しそうな。見るだけでカリカリする。カリカリっとしてそう。音がもう、音すごい。うわ、ジューシーそう。横から油出てきてるもんね、油というか、その肉汁が。ぎっしり。ああ。うん。生姜効いてる。確かに生姜結構効いてるわ。あ、言った。うん。厳しい、自分のコメント取れてる。確かに今日が結構聞いてる。あんなに共感しただけで奪ってへんね、私は。唐揚げ定食これちょっとジュンジャッと行ってみようか。うんうん、ジャッとこう行け。ああ、注文決まりましたら。ほう、ちょっとマヨネーズありいただいてみます。結構たっぷりつけちゃっていいかな、失礼だけど。うわ、いただきます。ああ、はい、白飯ください。私ね、ちょっとね、やりたいことがあるのよ。ほいほい。唐揚げにね、うん、この醤油、醤油をちょっとかけて、うん、結構かけたけどな。そう、うん、これね、お酢、お酢、ちょっと餃子のタレっぽい感じ。酢やると、酢醤油で食べると美味しいの。いきます。ちょっと酢ありやん。うわっ、うわっ、うわっ。ちょっとこう、マヨネーズをちょっとつけて。あ、確か言ってたね。これおすすめらしいのでね。いただきます。普通の食べ方だ。そんなことやるんや、うん、じゃあいい。じゃあ私、新しくやってる系やっていい。うん、オリジナル出してくる。これですよ。あ、明太。あ、じゃあマヨネーズかけるの。いや、マヨもありやな、明太マヨ。あ、確かに。で、ちょうどマヨね。ちょっといっちゃいます。うわ、これ絶対美味しい。大根おろしもいけば。大根おろしもちょっといって。全部いけ。からしもからしもからしも。ラップにはからしなかった。からし明太みたいなね。うん。からし明太っていうのは唐辛子だけど。
豪華。うまそう。優勝。あ、ちょっと唐揚げ行ってみたら。いただきます。これ見た人一番誰ってなるけど。マヨネーズいくわ。ダイエットなんか2ヶ月か、なんか4ヶ月かなんかで何キロか痩せなきゃいけないと。はあ、そんな言葉が入ってこんぐらいおいしい。マリさん、たみさし。はい、ありがとうございます。あ、味噌汁、ちょ赤だしだ。ちょっと赤だしっぽいね。うん、やっぱ最高。味噌汁、名古屋のあれなのかね、本当に。やっぱ名古屋の味噌かなんかなのかな。赤だしいいね。てつはね、いつもね、お味噌汁は削り粉入れてます。へぇ、あー、美味しい。見てください、このほうれん草のおひたし。美味しそう。取ってなかったね、ごめん。いや、大丈夫よ、ありがとう。ちょっといただきます。なんかね、シャキッてしてる、ちゃんと食感残ってて、茹で具合っていうか、あれが抜群ですね。これ醤油とあとごまもかけても美味しい。かつお節ってやっぱ強いね。うん、ちょっと醤油とごま、うん、はい、優勝。うわ、醤油久々味わったわ。ナンプラーかなんか向こうで食ったよね。ナンプラーみたいな。お味噌汁も、うん、熱いものってここでフープしがちだけど、ここでフープするとこれ巻き込んで風が当たるから冷めやすくなるんですよ。ふっとする。あ、あれね、優しめの味噌汁だね、うん、濃すぎないよね、うん、最近すごい味噌汁を作るの。これほぼ毎日。へえ。やっぱり味噌汁がある生活って超いいよ。いや、憧れるよね、朝から味噌汁と焼き魚って。そう、で味噌汁あるんだけど、お腹空いた時それ飲むとお腹膨れるしさ、なんだったらあの家にある具材とかさ、ね、全部ぶち込めちゃうからね。あまりもね、野菜何でも入れても美味しいもんね。そうそうそう、そして今鶏胸肉バーンと全部入れて。ハンバーグ、わー、美味しそう。うわー、つけちゃった。あ、そうじゃないですか。はい、うわー、ふっくらすごい、すごい。なんかコロッて野菜入ってない。うん、いただきます。うん、まっ。ハンバーグってみんな嫌いな人なんていないからね。たまにデミってさ、ちょっと酸味が強いデミソースもあるけど、これはすっごい普通に、あの甘みがある。いやいや、私もコメントさせて。だってこれ編集で全部立つようになってんねやろ、今まで。最後ぐらい爪痕残させろよ、じゃあ。いただきます。うわー、すごい、久々食べるわ、デミハンバーグの。ハンバーグ久々や、ゆうきも。うん、家に帰ったら、お母さんが作ってくれたああいうようなハンバーグ美味しい。これ、彼氏作っとったらいいな、胃袋つかめんな。あ、美味しい。ちょっと待って、彼氏作っとったら、なんてやらな、言うた時の刺し屋が一番反応でかいで、どういうこと。うわぁ、いいなぁ。うん、よかった、勢い的に全部食うんか思った。こんな意地悪なことしません。うん、なんやろね、玉ねぎの甘みかな、めっちゃ甘いね。あの、砂糖系じゃない、甘さ。うん、まあ、素材の甘み、食べ。この大きいのいっちゃっていいの。いいよ。めっちゃパサつくかも、パサついてるのかなと思ったら、ね、めちゃめちゃしてる。食べますからね、またね。食べました。うわ、うわ、めちゃくちゃうまい。すっごい免疫変えてるやろ。ちなみにさ、痩せれた。向こう側で、あの、横に振ってます、首。なんか動画でやってないと、私こんなにやれないんだって自分で反省した。なんかそれめっちゃわかる。でも、うん、でもめちゃくちゃ美味しい、うん、これ美味しい、本当に。これなんかソースまで全部いっちゃいそう。美味しいね。これにご飯かけて食べたい。うわ、これご飯かけて食べた。それで言ったら、その企画もサブちゃんでやりたいのがあって、ワンバウンド飯。どの企画。あ、なんか前言ってたね。村重ちゃんとかが、あのセクシーゾーンのワンバン、あの菊池さんとか、ワンバン、ワンバウンド飯って言って、おかずをご飯のあれにワンバウンドしたご飯を食べて、何をバウンドさせたかを当てる。今日お腹いっぱいだった。いや、いいね。これだって今後また何かしらの企画、これ同じような企画やるんやろ、うん、ほんでこれ毎回こう、うまい飯食えるんやろ。最高やないか。これ
度は新宿二丁目のママおすすめのご飯屋さん。高そうやな。でも意外とね、新宿二丁目のママさんたちは本当にいいとこはいいとこで行ってるかもしれないですけど、ちょっとアンダーグラウンドのこのなんか知る人ぞ知る、あの安くて美味しい店もよく知ってますからね。あと健康にいいものだったりとかね。うん、はい、ということで皆さんぜひ猫善さん。でどれが一番美味しかった？この見てる人にこの今日食べたやつの中で言えば、ルーキーは、いやー私ねー、デミかグラタン。でグラタンもうまかったね。達也決めれない、全部美味しかったもん。きしょ、好感度やろうがよ。全部美味しかった前提でやんか。その中でもそうだな、グラタンな。やっぱグラタン美味しかったよね。キーニーズ決めのものじゃないですけど、グラタン一択だな。あえて時間かかるけどって言うけど、そんなに、うん、早かった、すごい人、めっちゃ提供が早い、ね、そこめっちゃいいで、出勤前とかちょっとした時間でも来れるよね、うん、確かに。しかもビールセット見て600円でおつまみ2種、味玉とメンマ食べれます。ビールセットよったらこれだけでビールだけの値段ってとこもあるよな。ビール500円でプラス100円でビールセットにできますね。これぜひ皆さんも食べに来てはいかがでしょうか。ということでごちそうさまでした。というわけでちょっと緊急でちょっと動画回してるんですけど、これ何、これはそれの後に流れるのよ。はい、ちょうどちょっと来たついでに、私が2人にすごいそういえば飲んでほしいジュース屋さんがあることを、じゃこれもいわゆる提供差し屋からの私らが調査するってことね。はい、これは誰に教えてもらったやつなの？どうやって知ったの？知り合いの方から。なん、どういう知り合いよ。知ってるよな。どういう知り合いに。好きだった人でしょ。ねえねえ、聞いた、推しだったって言ってない。あ、好きだったって言った。認めやがってるわ。こちらです、私のおすすめ生野菜です。でも結構めっちゃ種類あるやん。こっから選べばいいの？うん、でもフルーツもある。私はいつも生野菜なんですけど、フルーツ豆乳ミックスもあります。来ました、達也がミックスジャンボ、ミックスジュース。なるし赤、肝臓系、肝臓系。これが多分オールマイティー、いかなる不摂生でもお任せあれって書いてあったんで、いただきます。おーおおお、飲みやすいけど、これ何の味が強いんだ、何が入ってるの。ビーツかな、ビーツの味が濃いのかな。あ、でも赤ピーマンの味もするな。青っぽい匂いはするな。美味しい。でも飲みやすい、これちょっと飲みたい。野菜って感じでしょ。ああ、私嫌いじゃないね、これ。こっち飲みやすいよ、レモン強いかも。私こっちの方が好きかも、味的には。これが 600g の野菜が全てで、砂糖も蜂蜜も何も入ってない、ね、でも甘いかも、美味しい。うん、はい、ということで本日は、まあ、ソシアラおすすめの野菜ジュースと、あと猫背行ってきました。皆さん、あの、ぜひいいなと思ったら聖地巡礼してください。住所は概要欄に貼ってます。ということで、この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。で、久々に言いたかったです。いいね、はい、あと拡散もよろしくお願いします。他の動画はも再生してください。ということで、ごちそうさまでした。バイバーイ。続きはゆっくり飲みたいと思います。バイバーイ。